こんにちは、授業準備 TV の梅子です。新学期が始まり、毎日忙しく過ごされている先生方、日々の仕事に追われていて余裕がないという先生方も多いのではないでしょうか。今回は先生が円滑に仕事をするために大切なことを2つご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。先生が円滑に仕事をするために大切なこと、1つ目は他の先生方とコミュニケーションを取ることです。毎日の仕事に追われていて余裕がないと、周りの先生方とのコミュニケーションが不足しがちです。また先生同士のやり取りが少ないと、情報の共有ができていなかったり、認識の違いからすれ違いが生まれることもあります。些細なすれ違いがストレスになり、先生の気持ちはさらに余裕がなくなってしまうかもしれませんよね。お互いを知ることで、すれ違いやストレスが減り、円滑に仕事をすることにつながります。忙しい時期だからこそ、周りの先生方とのコミュニケーションを意識して行いましょう。先生が円滑に仕事をするために大切なこと、2つ目は周りの先生方に感謝をすることです。4月の忙しい時期は自分のことに精一杯で、周りの先生方に目を向けられていないことがあります。しかし学校運営は先生一人で行うことはできませんよね。例えば管理職の先生や事務の方の仕事などは、先生の仕事のサポートをしてくれています。そういった周りの方に目を向けて、意識して感謝するようにします。ありがたいな、助かっているなという気持ちを常に持ち、周りの方に伝えることで、お互いが気持ちよく円滑に仕事をすることにつながります。新学期が始まり、毎日が目まぐるしく過ぎていく中だからこそ、当たり前のことを大切にして、円滑に仕事をしていくきっかけにしたいですね。4月の先生の頑張りは、これから1年間の土台になっていきます。無理はしすぎないように意識しながら、先生の仕事がしやすい環境を整えていきましょう。いかがでしたか？今回は先生が円滑に仕事をするために大切なことを2つご紹介しました。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。